前回、昨日ですね、昨日やった内容としては、このね、なんだっけ、トロフィーじゃなくてなんか渓谷みたいなところで、なんかとりあえず建てた方がいいですよみたいな建物が、いくつかあって、ワークショップだの、トレードセンターはそうな、外科、獣医外科と、検疫所と、飼育員の小屋と、スタッフルームと、研究センター。あとは、もろもろに必要なね、発電用の変圧器ということで、これをね、作って、ちょっと見栄えはあれだけど、これを作ってね、で、道広げて、ショップもね、1個2個置いて、で、新しく動物を飼い始めました。とりあえず今日の目標に関しては、今日もね、1時間ぐらいやれればなと思ってるんだけど、今日の目標に関しては、とりあえず新しいね、なんか動物を、もう一種類飼いたいなというところ。で、それが別に展示でもいいかなと。展示だったらもうちょっといるかな。新しい動物オア展示を飼って、かつ黒字化。とにもかくにもちょっと黒字化を目指しましょう。それがとりあえずね、今回の目標ということで、早速やっていきましょう。あ、これ作るのダメだった。募金箱作れって言われてたわ、それチュートリアルで。思い出した。それ言ってたわ、我らがナンシーが。我らがナンシー言ってたな。いや、ここじゃない、やっぱ。動物の景観は邪魔せずにこれでしょ。そう、我らがナンシー言ってたわ。もう一個いけるかもな。正直もう一個いけるな。これで、来園者施設。飯どこまだいけるだろう。で、一回ちょっとね、しばらく黒字にしましょう。そういう作戦でいこう。これね 分散作戦よ。この分散作戦。飯食べに来てるからね、みんなこれ。クジャク見に来てるっていうより飯食べに来てるから。一旦、多分これで、ほら、だいぶね、これで、ショップで稼いでるんで、これでいいかなと。赤字だな。赤字だな。あれれ？利益出てるからいいのか。あ、てか、あれあったよな。なんか、動物紹介スペースみたいな。教育。なんかあったな。そういや。教えてもらったわ、ナンシーさんに。これは、教育用の、なんとかよ。教えてもらった。そういや。これいいでしょう。これ完璧でしょう。で、ここ電気ギリギリ通ってるから。ここで、インドクジャクよ。これこれ。始まったな。あ、今だと、あ、このスプリングボック熱いじゃん。スプリングボック。ディンゴ？イノシシ？あー、なんかいっぱいいるな。フラミンゴもいいな。種が違うな。君らなんか、強制できない？熱っ！あ、イノシシといけるやん、お前。おい。熱いやん。ちょ、待て。アメリカバイソン。バイソンと共生できんの？ディンゴ。あー、でも寿命があれか。あ、ディンゴかわいいね、ディンゴ。あ、ディンゴメリットないんだ。じゃあこれあれじゃない？スプリングボックとイボイニシの共存じゃない？これ。これ。ほら、スプリングボックと、ほら、これらの動物と共生することで生活が充実しますって言ってるから、これいいんじゃない？あ、これか。このエリアを新しく、ハロイノシシにします。スプリングなんとかと、なんかもう消えちゃった。
あえて漢字いこう。あえて漢字ね。これで、確かこれでもなんかなってたんだよな、確か。こうしておけば、多分これで、はいはいはい、追加されてるな。オッケーオッケー。で、ここで、スプリングホックちゃん。いや、ちょっと背伸びしていいやつ買うか。たかが100円だもんな。あー、100円でこんだけ変わるんだったらこっちの方がいいな。315。寿命 0%? 寿命 0% はダメだろう。来た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 来ました来ました。来ましたよ。こちらこちら。こちらですよ。待ってましたよ。これこれ。近すぎるなあ、あんたら。あんたら近すぎるなあ。ああ、来てる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 。ちょ、出てる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 。ちょっと出てる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 。出てるって。なんで出てこれた？ちょっとなんで出てこれた今。ん？なんで出てこれちゃったかな今。ん？これはフェンスが違うのかな。ん？これは評判が下がるぞ。ん？なんでだ？ああ、何もなかったんだ。何もなかったんですね。何もなかったから飛び出しました。緊急拡大お前ら。あ、ごめんごめん、もう評判下がるってこれ。動物の順応度。社会性、ストレス。待て待て待て。これ群れですね。はい、群れがありません。変えましょう、新しいやつ。あ、スペースが不足しています。あ、植物と木を増やす必要があります。ちょっと待てよ。あ、もう抗議来てる、抗議。ちょっと帰りなさい。帰りなさい。ちょ、帰りなさい、帰りなさい、ちょっと。迷惑でかやめます。そういう声がさ、動物たちをさ、苦しめるんじゃないですか？そういう行為がさ、よくないでしょう。あ、つえ。え、たけって。やばいな、これ。ガチガチ赤字かも。ちょっと待って。抗議するなよ、みよ、動物たちの前でさ。それが動物たち苦しめるだろ、お前ら、おい。こいつら。おいおいおい。おもろいか、この小さい動物園をさ。そんな風に抗議して。動物の気持ち考えろよ。難しいなぁ。ちょっと待てよ。こっち赤字だろ、これ。ちょっと待てよ。じゃあ、広げるわ。これ、取っ払うことで、ちょ、バカ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 。ちょ、バカバカ、なんでこれは、これはなんでこれは、なんでこれは反映されてんの？ねえ。これで、抗議団体。抗議団体を帰らせることに成功しました。ちょっと荒れ領事だけど。抗議団体をこれがね、裏技です。ストレスを感じてます？ストレスを感じてます？ないないない、ちょっと待ちなさい。社会性、社会性が全然ダメだなぁ。来園者に見られる。
人間と、ああ、なるほどね。いや、ちょっと浅かったか。こいつ厄介なやつかもな、スプリングは。ちょっと浅かったか。動揺して隠れようとしています。隠れようとしています。めっちゃむずいやん。めっちゃむずいやん、これ。ああ、隠れてる間上がってるな。あ、上がってきた、上がってきてる。やっぱなんか、やっぱストレスはやっぱちょっと、あれだな。なんかリアルタイムで動くな。多分これ。うるせえな、純濃度、純濃度。お前らのせいだろ。俺が動物守らねえと。守らねえと。うるさいな。うるさいな、なんか。ああ、これ内気だからだ。内気だからダメなんだ。帰る帰る。あ、調査員が動物に来ちゃった。あ、調査員が来ちゃった。どこ？お前なかなかストレス回復しないな。あ、ストレスじゃない。なくなった。帰れ帰れ帰れ、けしからん、帰れ。今度は草で見えないからか、あれじゃん。なんかこっち側見なくなってない？ なんかこっち側見なくなってるぞ。あ、でもこっからだとスプリングボックスがよく見えるよって言ってるわ。よく見えるか？よく見えるよって言ってるわ。さすがにそれ越しじゃ見えないかな。うーん、さすがに見えないんじゃない？さすがに団体さん。さすがに見えないんじゃないかな。さすがにこの位置からじゃ見えないんじゃない？さすがにな。お、来た。指定してほら。このお客さん指定ある。じゃあ記念撮影とかいいんよ。動物、あ、ほらほら。さすがに見えないんじゃない？ここギリギリ見えるか。ちょっとだからレポート見るぜ、レポート。ちょっと一回止めるね。レポート、レポート。なんかレポートが見えますって言ってたよな。これか。教育？あ、でも、いいじゃん。星4つですって来てるやん。だ、教育系がちょっと弱いよって言ってるわ。なるほどね。頑張って最低限入れた方だったけど、まあダメだったな。